灰色アマガエルは、アマガエルかアマガエル族に分類されるカエル。アメリカ合衆国東部、カナダ体長3から6センチメートル。オスよりもメスの方が大型になる。皮膚の表面には細かいイボ状の突起がある。体色は灰色、肺褐色、緑褐色等で、環境によってある、程度変色する。背面には不規則な暗色の反紋が入る。の内側は、 黄色やオレンジ色になる。指跡の先端には大型の吸盤が発達する。山地の森林等に生息する。夜行性で昼間は樹状の高所で休む。樹状性だが活動時には低所に降りる。分布域北部の古体群は陶器に地中に潜り、冬眠する。食性は動物食で昆虫類、節足動物等を食べる。繁殖形態は卵生。 4から8月に卵を産むが、分布域南部の個体群は周年繁殖する。昼間高い木の枝で休むため一目に触れることは少ないが、民家の周囲にも生息することがある。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。流通量は少ない。テラリウムで飼育される。樹上性のため、高さのあるケージで飼育するのが望ましい。ケージには、ヤシガラドや、 不要土等の保湿力があり、潜りやすい床材を敷く。極度の群れに弱いため、蓋やケージの側面を金網等にして通気性を確保する。枝や流木、観葉植物等を組んで活動場所や隠れ家にする。極度の高温や低温には弱いため、夏器にはケージを風通しの良い場所に置いたり、冷房器具を使用する。逆に陶器には暖房器具を使用したり、 刑ーを温室に収納する。水は、全身が疲れるような水容器を用意し、夜間や照明を消した際に、霧吹きで湿度を上げる。ありがとうございます。